九州の旅は2日目、髪を切らにはいかんということで、床屋じゃないや、あのパーマ屋っていうのを行ってきました、切ってもらいました。あの毎度毎度のアルティストさん、ありがとうございますということですが、これからまた本日も温泉県大分の旅、昨日の夜別府の中で温泉に入りましたが、本日は湯布院に行きます。湯布院も中国人観光客、女性観光客に大変人気のある観光地でして、この大分から列車で1時間ぐらいのところにあります。そこまでは特急湯布号で向かいますが、まあ、それについてあの鉄道チャンネル湯布号に興味のある人はね、あの見てください。あの普通車なのにグリーン車の座席で来るとかね、なかなか面白いことになってますけど、まあ、それはそれということで、あの湯布院のご紹介をさせていただきます。道中では大分の名物の鶏天などを食べると思いますから、またそれも楽しんでください。あの私が美味しそうに物を食べて、まあ美味しそうに食べてないんですけど、いつもね、私が物を食べているシーンというのがどれほど価値があるのか、私あんまり食べ物に関心がないんでわからないんですが、食べ物がサムネイルとかになると結構視聴者の皆さんからの反応がいいということは私もよくわかっています。豊後庭崎市場、市場、多分市場だと思いますけどね、そう書いてあります。ここに行けば大分の名物、九州の名物は大概手に入ります。大分駅のこのデザインは鉄道デザインで知られる水戸岡英治さんが手掛けたもので、大体どれかの鳥がこちらを向くようにと、いろんな方向を向いて配置されているじゃないかなと思いますが、どうですかね、真正面を向いている鳥はどっか見ますでしょうか。まあこれが真正面を向いていると言えるかな。発車まであと1分半ほどです。湯布4号、大分の名物は鶏天です。あの鶏の天ぷら、唐揚げみたいな鶏天も世の中あるそうなんですけれど、唐揚げ、鶏天のタレ、まあ、唐揚げは中津の名物で、鶏天は大分の名物だそうです。鶏天ランチ、大分の駅で買いましたが260円と本当に極端に安いわけですよ。なんでこんなに安いのかなと思うんですけど、でこのようなわけで手軽に大分の駅で安いお昼ご飯を買って、でもちょっと量が少し心もとないかもしれませんので、残り足りない分は湯布院でお食事でもしたいと思います。こんな感じでこの辺りで走っているものは赤い車両が多いです。ここは南大分の駅ですが、あとはなんだかんだこの辺りはね、あのいろいろこの各駅でいろいろ名所がありますので、南大分とかだとまあそんなに名所という名所はないかもしれないけれど、駅の看板なんかを見ていてもいろいろ温泉地の名前なんかが書き連ねられていて面白いところです。これ鳥天ですね。鳥天はこれです。ちょっとこれは温まってるようですけど、温まってるっていうか、まあ、冷めてるようですけど、まあ揚げたてが欲しければ揚げたてって言えば多分くれると思いますけど、私はあんまり気にしてませんので、本当に安くて美味しいですね。これ以上コストパフォーマンスに優れるものはなかなか世の中ありませんよ。ここにあるこの鶏天弁当も260円もまた随分、これはこれですでにですね、まあ、最強の大分駅を象徴する食べ物なわけですが、これもまた美味しいんですよね。よくお土産なんかで売っていますけれど、大分名物の鶏の炊き込みご飯、鶏飯、それで作ったおにぎりですが、これも本当に美味しくてね、あの大分の私の知り合いにしかよく送ってくれたりするんですが、本当に最高の炊き込みご飯だと思いますよ。11月になって随分山の木々も色づいています。まあ、ただ枯れているだけなのが、あの太陽の光でね、茶色く美しく見えるっていうのもあるんですけれど、ともかく山にいろんな色が入るのはこれは一番いい時期のように思います。前に夏の時期にも乗りましたけど、あの時はこんだけカラフルな山しておりませんでしたから。大分駅から1時間、湯布院町じゃないのか、今は湯布市になりました、湯布院駅です。完全に逆光なんでね、駅が真っ黒にしか見えませんけど、こんな感じの、なんとなく古めかしい、しかし新しい駅舎、湯布院駅。駅の周りもかなり盛んに開発されています。ここも別府ほどではありませんが、湯量に恵まれた温泉地でして、駅前にも早速このように源泉かけ流しの、まあ、手湯というやつですね、別府駅と同じような演出がなされています。結構ヌルヌルしてるけど、これは温泉成分のせいかな、それとも苔か、まあ温泉成分だと思っておきましょう。別にわざわざヌルヌル度合いを確かめる必要はないわけですから。匂いを嗅いでみるとまた別府とは泉質の違いとか、まあ、別府にもね、いろんな泉質の温泉がありますんで、あの一概には言えないんですけれど、なんか単純温泉という感じかな、分かりませんけどね、適当なこと言ってます。駅の前では中国人とかの方が好きそうなお買い物エリアが広がります。買い物、食事、そういったものはいくらでもこの湯布院の駅前でしたら困りません。観光地価格ですから、まあ、ちょっと高いとは思いますけどね。来ている人たちの服装、その色などを見ていただいても分かるように、主に中国からの外国人の観光客が大変多く来るところです。
さっき大分のところでも少しこういう話しましたけど、取材許可を得るためにですね、書かなければいけない書類がありまして、それをコンビニのファックスで今度先方に送るんですけれど、この辺りはね、そういうカフェとかなんとかとかおしゃれなものはたくさんありますから、まあ、そういったところにその書いた書類をちょっと準備するそういう場所を一つ求めたいところです。まあどこにでもあるでしょう、こういうところも。またコーヒー屋さんがありまして、どこでも好きなところを選べばいいというわけで、じゃあここにしましょうかね。でまた今のところ出てきましたけど、こっちにあるのは靴屋さんです。こういう風にこうショッピングみたいなのが楽しいところです。楽しいっていうか、まあ、私は別にわざわざ温泉地まで靴を買おうとは思わないんですが、まあ、本当はね、先日あの渋谷のハロウィンであのゴミ拾いをして、ビールだのチューハイだのなんだのですね、たっぷりとこう染み込んだこの靴をよく考えたら買わなきゃいけないんで、意外と買ってもよかったかもしれませんけど、まあ、ともかくね、ああいうところへ行って買い物をするのが結構お好きなのはやっぱり海外からの買い物観光客なのかなと思いますんで、そういう人たちには特に魅力的なのかもしれません。いろんなところでね、食べ歩きとかお店屋さんとか、まあ、これドクターフィッシュとかいうやつですよね、ガラルファっていうんですけど、そういったものはたくさんあちこち、まあ、こういういわゆる一般的な楽しみみたいなものをやっております。まあ、温泉街のよくあるところですよね、それがデラックスおしゃれになった温泉街ってところでしょうか。ここも撮っていいってことでいろいろ許可をもらいましたけど、だいたいこんな感じでおしゃれなところがたくさんあるわけです。ここはなんかこんな風にね、オレンジのところに直接棒なんか刺したのもありますけど、まあ、湯布院とこれは直接は関係ないと思うんですが、こういったようなおしゃれな雰囲気、そういったものがたくさんここにあふれているわけです。これね、なんでわざわざ撮ってるのか、わざわざっていうか、なんで撮ってるのかっていうと、これはこう椎茸の天ぷらってなんですね。そろそろ椎茸の時期ですよ、多分そうだと思うんですけど、大分県の名物、産地日本一が大分県なのかな、わかりませんが、椎茸はとにかく美味しく、私の好物ですから、こういったところに行ったら毎度買うことにしております。湯布院ガラスの森と書いてあります。ガラス博物館、ガラスミュージアム、ガラス屋さんみたいな、結構いろんなところにありますよね。軽井沢とか富士山のふもととか、まあ、他のところ箱根なんかにも多分あると思います。温泉地って意外とやることがありませんのでね、あ雰囲気いいな、いい街だなって、それだけではやっぱりつまらないということで、オルゴール博物館なんていうのもありますけれど、こういった直接は関係のないようなおしゃれ系のお店がよく作られるようです。雰囲気が良ければね、何でも別にその雰囲気が良い街というのも、それ単純に別に名所となりうるわけでして、特にそれを問題だとは感じません。確かになんか女の人がこういうの好きなのかもしれないですね。こういう木目調のやつとか、だいたいこういう風な内装にすると人気ないようです。あんまり店の中までは撮れませんけど、ここに書いてあるこの金輪湖、金の鱗の湖と書きますが、これが湯布院の中心の、唯一見るべき自然単焦町、単焦地みたいな、まあ、そんなところでしょうか。別に唯一っていうと湯布院の名所が少ないようですが、やはりなんといっても、まあ、わかるかなと思うんですが、さっき私も思いついた言葉としては、おそらく湯布院の街は、まあ、軽井沢とか、それから原宿みたいなもんですかね、大分県の山の中にあって温泉が豊富に湧き出る原宿、大体そういった印象で行かれるとよろしいかと思います。しかし景色は一流で、モミジなども今このように赤く染まっているわけです。駐車場の脇なんですけど、ただいまの時間帯、通り抜けカーと書いてあるんで、つまり歩いて行っていいわけで、あっちにはね、観光客の方がいますけど、通り道なんですね。ここから行けばいいのか、ああ近隣湖方面と書いてあるわ。多分私有地なんでしょうけどね、だから時間帯によって通れる通れないがあるんでしょうけど、まあ、通っていいんだったらありがたく使わせてもらいましょう。多分いろんなお店の誘惑もここにはあるでしょうが、よくあるやつです。100円払って鯉の餌を買って鯉に餌をあげましょう、そんな感じの池がこの裏側にありました。でもこれは別に金輪湖ではありません。これがちょっと名所の池だったらちっちゃすぎますからね。完全にこれ私有地だと思いますけどね、今はこう開放してくれているわけです。こんな水がたくさんあるようなところを歩いてっていいですよ、と幸せなことです。もういっぱいいるな、こっちにもお魚さんたちですね。あちらこちらから水の音がします。全然お金なんか使わないけど、これはこれでいいや。お店を通り抜けていくのかな。今のはやっぱりね、このお店の売上向上のためにいろいろ取った策だと思いますけど、お店の私有地、裏庭みたいなところをそのまま貫通できるようにして、そしてお店の中、今ね、店をやっぱり完全に通り抜けてきたんですが、そこを通って、そして近道をさせてあげるというものでして、そうするとお店の中ね、お客さんが通り抜けることになって商品を見ますんで、売上向上になるんでしょう。こういうのもね、いい作戦だと思いますよね。お客さんたちもこのお店の素敵な雰囲気を味わい、中にはいい買い物ができるかもしれないし、お店も儲かると。こういうビジネスモデルは本当に素晴らしく見習うべきものだと思います。
近隣湖から流れてくる川だと思いますけどね、大きなお魚なんかもたくさん泳いでまして、そうですね、こんな感じです。まあこれが何の魚なのか私は知りませんけど、栄養が結構豊富なんでしょうね、こんだけたくさんいるんだから。なんか店で飼ってるとかそういう雰囲気ではなさそうですよ。湯布院ってね、特に何もないといえば特に何もないという言い方もできるんでしょうけど、この雰囲気がどこを撮ってもいいわ、絵になるっていうのかな。写真を撮るのもまた難しいところだと思いますけどね、適当に歩くだけでも のんびりとしたこの街と、こう川のせせらぎとかね、こう水草とかそんなもんがあります。これ外来種っぽいですけど、まあ、別に外来種でもとりあえずはあの水草に変わりはありませんので、いいですね。こうもみじがこれちょうどこう赤が水に映ってますが、本当に素晴らしい景色だと思います。これであとは何かちょっと良さげな旅館に泊まってですね、飲食美味しい料理を出してもらってゆったりと温泉に浸かると、まあ、大体そういう感じのところですよね。11月の九州は別にまだそれほどですね寒くなっているわけでもないんですけど、湯布院では多分朝晩がかなり冷えるからでしょうね。紅葉が進んでおりまして、で後ろに金輪湖というものももうそろそろ見える頃合いです。まあ一時的には私の正面には見えてますが、映像にはまだ映りません。これもこんな感じでこうみんなこう赤き黄色というのが本当に美しくなりまして、今一番いい時期に来たよ、こんないい時期だとは思わなかったんですけど、結果的にとてもいいところに来ることができました。多分本当に時期を選んだ方がいいですね。この雰囲気、街中がこう紅葉に包まれているような時に来ると最高の体験をすることができるでしょう。ここが金輪湖です。ちょうどその山の美しい赤、黄色、緑もこの金輪湖に生えております。下の方見るとね、これお魚がたくさん泳いでるんですけど、ここは下から泡もまたブクブク上がってくるようなところでして、温泉がたくさん湧いています。たくさんではないけどね、お湯の温度というか水の温度がかなり高いところなのだそうで、もしかしたらそれも魚が多いのに何か関係しているのかもしれません。朝晩になりますと、ここからその気温の差に伴って、湯気がたくさん上りまして、そしてそれもまた素晴らしい景観の中の一つ、湯布院の名物として知られているようです。もっとも今朝ではありませんので湯気は上がっておりませんが、多分今の時期でも見られることと思います。金輪湖の一番外れの方まで行きました。こんな感じで神社があります。何神社なのかな、全く知識はございませんけど、これこんな細いなってね、もうこの辺だともう人があんまりいないから、やっぱり静かで落ち着いていいところなんですけれど、海外からの大陸からおいでになった聞き慣れない言葉をお話になる皆さんがあちこちにいらっしゃいますので、なるべく静かなところを見つけました。まあ大体こういうところですよね。こう木が斜めになって生えてますけど、こんな感じ。これは新しく最近作ったようなベンチだから、これは当たりでしょうか。ここに腰掛けてですね、これで遠くに観光客がいっぱいいるなということを見ながら、先ほど380円で購入した椎茸の天ぷらを食べるわけです。380円の椎茸、これですね、まあ、380円を強調しなくてもいいかもしれないけど、結構こうやって見ると傘が大きいな、観光地価格かなと思ってたんですけど、別にそんなことはないですね。塩コショウのね、素晴らしい香りと、それから大分県名物の柚子コショウが横についております。いや、これでここで食べるのは素晴らしいんじゃないですか。あのね、私が椎茸大好きだってこともありますけどね、これめちゃくちゃ美味しいからね、食べといた方がいいですよ。あの大分湯布院に来たら、まあ、これ売ってる、あのさっきのなんかアメリカみたいなお店ありますけど、まあ、行ってそれでね、椎茸の揚げたての天ぷらに柚子胡椒を添付してもらってですね、これ食べると最高だ。これいいな、なんか京都みたいですねとか日光みたいですねとか、いろいろな縦言葉が浮かぶんですが、まあ、これが湯布院のオリジナルな光景なので、単純に湯布院の光景は素晴らしいという評価をすればいいわけです。ただね、あまりにも素晴らしいと何かについ例えたくなるんですね。日光に行ったら湯布院みたいですねという言葉を言うに決まっています。でここが目の前にあります、確かこの建物かこっちかな忘れちゃいましたけど、亀の井別荘というところで、特にモミジが今美しくなっております。いや最高だな、紅葉ってね、秋の紅葉の時期が、あの春の桜なんてもう目じゃないですよね。これ本当に素晴らしい日本の光景だと思います。いやいいですね、これをまたサムネイルにしたら伸びるのかな。だいたい鮮やかな赤というものは動画の加工でも大変好都合なものです。まあそんな裏話ばっかしないでね、湯布院の光景を褒めた方がいいんですけど、最高に素晴らしい景色に包まれた亀の井別荘も泊まってみたいですけれど、本日の私の目的地は長崎なので、
まあやめておきますが、でもねこういう素晴らしい光景をちょっとだけ見て去るというのが、それがまたねこの旅行の楽しみの一つなんですよ。こういうのが粋な観光だと思いますね。じっくりとそこでのんびり味わうよりも、あこれで間をちょっと見ていきたいなぐらいで次への期待を残しながらする旅行というのが一番また来たくなる観光地、良い思い出だけを取っておいてまた次に行くのが楽しみになるというのが、これがねあの私のおすすめする観光の方法です。実に素晴らしい湯布院探訪でした。これから帰りは特急列車湯布院の森号、いや帰りというか次なる目的地へ向かうだけですが、本日中に長崎まで向かいます。まずはこの湯布院の森号で久留米、そして久留米で焼き鳥を食べて、その後は、どこでしたっけ忘れちゃった、長崎ね。今行ったばっかりなのにもうこのありさまですから、実に頭が悪いというの皆さんもお分かりいただけたでしょう。湯布院駅から始発の特急列車湯布院の森号に乗ります。これが湯布院までのアクセスの一番の目玉になっています。ヨーロッパ風のスタイルで車内内装外装ともに雰囲気を高めていて、観光客が好みそうな列車だということはお分かりいただけるでしょう。これに乗って2時間ほど福岡県の久留米市久留米駅に着きました。この久留米はグルメの街として有名です。これ今笑うところですが、まあ、それはね笑うところだということを視聴者に強要するのは、これは制作者として最も低質なものだと思っています。グルメというのはこちらですが、こんな感じで焼き鳥の名産地というよりは消費が多いところとして知られています。これ仙台みたいな関係ですね。仙台もやっぱり牛タンが大変有名ですが、牛タンの消費量が日本で一番多いというわけです。ちなみに豚肉なども有名なんだそうです。どこだっけ、久留米か、久留米に着きましたね。あの湯布院の森号でやってきて、特急列車で2時間ぐらいかな、いいやっぱりのんびりした旅になりました。ここから先は、また長崎まで今日中に行くんですからね。もう暗くなって夜7時なんですけど、正気の沙汰ではありませんが、まあ明日その分ゆっくり起きりゃいいということで大した問題ではないかもしれません。久留米も結構大きい街ですけど、街の中心部はこちら新幹線側ではなくて西鉄、私鉄電車の方の、その駅にやっておりまして、バスでちょっと10分ぐらいかな乗りますと、その西鉄の街中心部の方へ抜けることができます。この新幹線の久留米の駅もかなり、新幹線ができてからですね、こうなったら、ね、立派なもんだと思いますけど、この町は焼き鳥の消費量全国1位なんだそうでして、久留米の焼き鳥は有名です。なんか豚肉とか焼き鳥とかそれを全部総称してそれで焼き鳥らしいんですけどね。ここでまた夕ご飯は食べていきたいと思いますが、あのですね、今日はお昼が鳥天だったでしょ、それからまあ 朝ごはん兼昼ご飯が鳥天みたいな感じだったのかな。昨日の夜もラーメン食べましたし、なんかこう重いものばっかり食べてるんですけど、まあ、それはなんとかなん、まだ私若いんでなんとかしますけど、ちょっとあの、ね、この旅であの名物などいろいろ紹介するようなことにもうコンセプトを一つ置いているんですが、ちょっと最近あれですね、あの重いものばっかり食べてるような気がするんで、紹介ということでもね、まあ、それはそうなんですけど、そういうものばっかり食べて自分のお腹の調子などをこう維持していくというのもこのチャンネルの今後の課題だなと思いました。まあ、ともかくそういう美味しいものを紹介するってこともね、あの視聴者の皆さんには喜んでいただいているようで、その点は単純に何よりと思います。久留米で味わいました美味しい焼き鳥、とても良かったですが、やっぱりお腹にはちょっとたまるものです。まあそれ仕方ありません。その先鳥栖駅まで移動して、そして特急かもめ号に乗り換えました。本当だったらさっきの湯布院の森号でそのまま鳥栖駅まで行っても良かったんですけれど、ただ久留米の焼き鳥を味わいたかったから、少し手前の久留米で一旦わざと降りて、そして普通列車で移動ということにしたわけです。このかもめ号もまた大変混んでいるということだったので、今日もグリーン車を利用してしまうことにしました。最近なんだかグリーン券ばっかり買っているような気がしますが、まあその分皆さんにもそういった紹介もまたできるから、それはそれでいいかと思います。ちなみに九州は私のイメージでは全般的に肉系の名物が多く、特にお腹を強く持っていないと楽しみ尽くせないような、そういった名物もまた多いように思います。そしてまたお酒、特に鹿児島が有名ですが、大変強いお酒も九州では有名だということで、結構ね九州で本気であのグルメを楽しもうとするとなかなか辛いところももしかしたらあるのかもしれませんが、まあ、それは皆さん別に紹介するような YouTuber ではありませんので、お体に合わせて味わってみてください。長崎まで久留米から2時間ほどかかりましたが、本日の旅行はここまで。明日長崎の動画をおそらく2回に分けて投稿すると思います。様々な角度からの見応えがある長崎、一つはまず原爆投下、その平和の街としての長崎のご紹介、そしてもう一つはおそらくキリスト教として、そしてまたあの明治時代の文明が花開いたそのきっかけともなった街長崎として2種類の角度からお伝えできると思います。お楽しみに。他の楽しみ方もありますけれど、とりあえず本日はこの2箇所の観点からです。それではご視聴ありがとうございました。